どうもゾプラウィットの達也と晴人と大也です。自宅スタジオからこんにちは初めての場所なんでね、はい、ちょっとあれなんですけれども、はい、今回は3月31日に控えています品川ステラボールでの単独公演 YouTube 選考のお知らせをするための動画を撮っております。よし、そんなあるんですね、 YouTube 選考。そうなんですよ。まあ、あの僕ら YouTube で売名に成功しているタイプのバンドなんで、はい、YouTube 選考っていうのが特別にあるわけですねあのもう現時点で最速選考っていうのは始まっていて、はい、いやこれは公開される時には終わっていて、あら、でまあ今日が7日なんですけれども、はい、この時点で応募がもう殺到中の殺到、殺到玉尾おお続いて殺到の切り餅、おお殺到国を。まあ、YouTube 選考ということなんで、下の概要欄から飛んでもらえると、この YouTube の動画見た人しか飛べないリンクになっていますんでね。なるほど。はい。なに、最速はもう売り切れそうなの？あ、もう、ほぼ。もうほぼ。え、それと気持ちいいの？いや、めっちゃ気持ちいいよ。あ、マジで？どれくらい気持ちいいの？いや、すっごい気持ちいいと思うよ。気持ちいい！はい！何それ、何それ。ボールのシーン。ちょっと本家流しといて。全然違うから。気持ちいい！はい！ということで、ね、まあ僕らも気持ちくなれますし、ライブ見た皆さんも気持ちくなれるんで、ぜひ下から応募してください、はい、そして、まあ、YouTube っていうのは、うん、いろんな人が見てくれてるわけですよ、はい、7割男性だし、はい、見てる人がね、はい、だしその子供も多いわけですよ、はい、で子供でライブ来たいっていう人がいっぱいいるけれども、はい、やっぱそのライブハウスとか、はい、そういうホールに行ったことがないからわからないと、はい、でちょっと危険な場所なんじゃないかっていうイメージがあるので、はい、僕たちはそんな人のために今回特別に、はい、エリア分けをすることにしました。おまあなんかちょっとあるじゃない、そのなんて言うんだろう、ワンオクとかのライブ映像とか見てもさ、はい、あ、いるねいるねいるね、その輪の中心に立とうそうみたいなやつで足踏まれるかもしれんやんか。そう、俺足踏まれた。そうよ、そうよ、あのそのサークルの真ん中でなんか知らんけど丸作ろうとやってる陶芸家みたいなやつ。あとか日々汗だくになりながら土と向かい続ける穴山。あれさ、あれスタッフじゃないのか、僕 の真ん中でバー作って。いや別に、いや派遣されてるわけじゃないから。え、俺スタッフじゃないの？勝手にやってます。いや俺あれマジで最近までスタッフだと思ってたまあその盛り上げたいみたいなあれファンなんだ。あれ全然ファン。あファンなんだ。そう、でもまあそんな怖かったりとか、グッて丸の一部にされたくないなって日々汗だくになりながら土と向かい続ける穴山。まあ、僕らのライブではそんなに起きないんですけれども、そんな人を守るための席が多数存在します、はい、まずこれもツイッターではお知らせしたんですけれども、ステラボールっていうのは1800人入るとっても大きいホールなんで、はい、2階席がありますと。でこの2階席を、関係者ずら席と名付けまして、はいはい、関係者っていうのはまあ基本的には一般人と違う高さから見てますよね、うん、そうです、確かに。なのでファンにも関係者ずら席っていう席を作って、はい、そっから普通は立ってみるのに座ってみてもらおうという、うん、あ、座れるんですね。座れるんですよ。めっちゃいいじゃん。2階席は座れると。いいの、いいの。でこれ何がいいかというと、まあその立ってみるのがしんどい方、うん、であとは落ち着いてゆっくり見たい方、うん、であとはその子連れとかね、はいはい、まあもう全てを守ってくれるのが関係者ずら席となっております。なるほど。で一番の時はやっぱり関係者ずらしてみれると。確かに確かに、なかなかできないからね。だってもうマスクしてこうしたら、うん、もうワンちゃんジャスティンだよ。ジャスティンジャスティン来るいやいや、What do you mean ですよ、そのWhat do you mean とかね、まあいろいろ楽しみ方があるんで、本当の関係者に間違われないようにだけ気をつけてもらえればっていう、あれですね、はい、そして続きまして、1階席は全てスタンドになっているんですが、その中でも、はい、いきますよ、これ、はい、エリアの名前です、はい、女って優しくするとコロッと落ちるエリア。あ、わかるわかるわかる。そういうことか。そういうこと、そういうこと。名前エリアの名前。会話の中じゃない、会話じゃない。あ、違う普通に来たけど違うんよ。あ、違うん。そういうエリアを作りました、はいはい、これの何かというと、はい、やっぱ1階席で一緒に臨場感を味わいたいと。がしかし男性ファンがいっぱいいたりとか、うん、わーってなるのが怖いなっていう女性を守るための女性限定エリアになっております。優しい。コロッと落ちるんだ、そこにいる人たちは。じゃあ俺ナンパしにっていうの、じゃあライブ中で落ちるよ。だってそもそも俺らは
お前らを守るためにっつってそのエリア作ってんだから、はい、そこにいるやつは基本的に俺らにもう落ちかけてるんだ。そうだね。え、いいな。あともう一押しもう一押しすれば落ちるだけなんですよ。落としてーやっ何言うてんのなので、まあ、そのエリアもぜひご利用いただければと思います、はいはい、そして、それ以外をその他と名付けました。はい。それ2階席の関係者座席、女って優しくするとコロッと落ちるエリアの女性限定エリア、そしてその他。なんで、その他を、通称メインと呼びますはい、8割その他です。あ、その他かっこメインってこと。はいはいはい、その他がメインですよ。だって1800人入りますけれども、はいはい、まあ、2階席も200人ぐらいと、はい、女性エリアも200人ぐらいと、はい、もうあとがその他ですからその他多いな。そうなんよ。なんでかっていうと、まあ、順番に2階席から俺名前つけてって、はいはい、俺がつけたんだけど、はい、2階席、あ、これにしよう、はい、で、女性エリアこれにしよう、はい、あ、その他やなって、なかった順番的にあ、その他やってなっちゃったんで、ここっていうのは好きにやってもらうというか、まあライブを楽しみたい人だったりとか、まあその女性でもやっぱり男と一緒にわーってやりたかったりとかするじゃないですか、がそこで楽しんでもらおうっていうエリアになっておりますので、まあ誰でも入ることができますという感じでございます。はい。で、これまあ注意点っていうかね、うん、2階関係者面席以外の1階席のそれぞれ特別エリアは全て整理番号順での入場のため、満員の場合は通常のエリアをご利用いただきますということです。その他のところか。そうです。まあ要するに女性を守るところは空いてるけれども、はい、埋まってたらその他に行くしかないですよっていうことなんですけれども、はい、まあその他でも言うてうちのお客さん危ない人いないですから、そうだね、言うて大丈夫よっていうね、はい、で何が伝えたいかっていうと、うん、ノンダミのライブ安心よっていう。あ、そう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 。だってもう本当に4巡ぐらい4巡ぐらい穏やか、手ぐらい、そうそうそう僕もおかしいと思ったんだ。僕が思ってるユジンさんとだいぶ違うから混乱してたんです。だって冬のその他って言っててあったじゃないかあ、いいね、そう、マニアックな俺ということで、まあ以上がお知らせになっております。はい、残った時間でじゃあふざけてもいい。いや、残ってないんですよ終わりって言ったら終わりじゃないということで、あのたくさん応募いただいておりまして、あの抽選となっています、はい、倍率が割と高くなってきておりまして、はい、早く申し込んでもらえればもらえるほどその抽選できるチャンスが増えるというかね、うんうん、最速選考、YouTube 選考、はい、まあその他何回あるか分かりませんが、はい、最初から申し込んでおけば確率が上がるっていうもう単純な計算ですので、はい、ぜひ皆様お早めにご応募ください。よろしくお願いいたします。なんかその他あればその他その他あればいいっす、いいっすよ。割とじゃあ集めたこと言っていいですか。あ、いいっすね。お前ら本当にちっちゃいなこれちっちゃいし、そんな、はいはいはい、いや、そんなトーンで喋ったことないし、ね、はい、お前ら本当に一回落ちたからだって諦めんじゃないよ。何回も抽選あるんだから諦めんじゃないよ。ハートでということで、本当に割と熱いメッセージ、はい、やっぱこういう時はね、ちゃんとしないと、はいはい、そうですか。まあ、ここP なしですからということで、皆様 YouTube 選考ぜひご応募ください。以上、ノンストップラビットでした。さようなら。さようなら。ライブ会場で会いましょうということで、ステラボール向かうぞ。よし、早いなまだ公開日これ12日だから前乗りすぎる全然早いよこれ。いかやさ言葉でぼやさら決めばやさ思いで泣きそうに口を I'm not afraid to die.